今日は8月の19日、お野菜を全部収穫していきたいと思います。今日で全部お野菜を片付けるので、ちっちゃいのも全部収穫します。オクラは3本取りました。オクラの背は結構高くなりましたが、なんか最近葉っぱが食べられちゃうことが多くて、あんまり実がつかなくなってしまいました。あんまり収穫ができなかったような気がします。さあ次です。かぼちゃはうどんこ病が発生して引っこ抜いてからもう元気がありません。枝豆はめちゃめちゃ虫がくっついてますね。やっぱりあまり大きくならないですね。バジルは葉っぱが大きくなりすぎてしまいましたが、これも全部収穫して冷凍したいと思います。トマトはかわいそうなことに実割れしてしまいました。これはちょっと食べられないのが多いですね。これはまだセーフかな。セーフ？これもセーフですね。これはアウトだね。これはアウトだね。これはセーフかな。セーフ。アウト。セーフ。セーフ。セーフ。トマトは10個取れました。こちら脇芽トマトは一つも芽がついてませんが、上に上に伸びようとしています。これもね、今日抜こうと思います。次ピーマンです。ピーマンはなんとなく株が元気そうに見えますが、ちっちゃい実しかついてません。全部収穫します。ピーマンが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32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 、
れるかなと思ったら収穫28個取れました。次はナースです。ナスは葉っぱも全部ツヨツヨになっちゃいましたね。小さい実が一つだけついてました。やったね。もう一つのトロトロステーキの方は一つだけ大きいのがついてました。小さいトロトロステーキは4個なってました。新しい芽がいっぱい出てきて元気になりそうな気がしますが、もう秋野菜、冬野菜に変えたいので全部撤去します。ちょっと興味本位で植えたトウモロコシの芽が出てきましたが、もうこれはちょっと引っこ抜きたいと思います。里芋は結構にぎわってますね。生命もたくさん出てきてますね。いいです。なんかマルチしてると邪魔なのかな。マルチも取ろうかな。じゃがいもの隣にあったミニトマトはいつの間にか実割れしてしまいました。収穫はできません。残念でした。さらにわきめトマトはもう倒れましたね。ダメですね。ゴーヤにはたくさんカメムシがついてますが、いい感じに取れてます。今日は収穫がたくさんでした。